落札したいと思うかつ落札できそうなオークション商品推薦についてお話します。私ですが、山本康夫と申します。サイエンス統括法部所属です。機械学習とデータサイエンスでヤフーのデータドリブンを推進しています。広告および EC にて多くの課題解決を行っています。役職はリーダーです。こちらが社内外の私の達成事項になります。このセッションについてですが、ヤフーでは様々なサービスにレコメンデーションが導入されています。その中でもヤフオクのレコメンデーションについて本日はお話しします。落札したいと思うを生み出すレコメンデーション2段階モデルについてです。私たちが採用している2段階モデルのレコメンデーションというのはこちらになります。左から協調フィルタリング、協調フィルタリングの結果をリランキングという形の2段階のモデルを採用しています。協調フィルタリングでは何千万ユーザー、何千万商品を扱っています。その何千万商品の候補を絞り込まれた中からリランキングはおすすめの N 商品を選別しています。では協調フィルタリングについて詳しく見ていきたいと思います。協調フィルタリングというのはユーザーとアイテムの共期性に基づいて推薦アイテム候補を抽出しています。こちらの図で言うと A さんと B さんは同じボトルの商品を見ています。この際この A さんと B さんは供給を持っているという形になります。加えて A さんは靴の商品も見ています。この B さんは靴の商品を見ていないので、協調フィルタリングを使うと B さんにこの靴の商品を推薦する確率が高くなります。ではなぜ私たちが第1段目に協調フィルタリングを使っているかについてお話しします。協調フィルタリングというのは分散環境でのスケーリングが非常に良いです。また学習時間が非常に早いです。この学習時間が早いというものの対象ですけれども、協調フィルタリングの対象としているものはディープラーニングのような複雑なモデルについて対象にしています。協調フィルタリングはディープラーニングのような複雑なモデルよりも早く学習時間が早く行います。では次はリランキングです。リランキングは1段目の協調フィルタリングが提出した上位数件に対して機械学習モデルを利用して最終的な推薦商品を選定しています。ではなぜ私たちがリランキングを使っているかですけれども、第1段目の協調フィルタリングというのは、この掲載面に関わりのない商品、すべてのユーザーとすべてのアイテムの関係性を考慮して学習を行っています。この掲載面に関係がないユーザーと商品の関係性というのはノイズになります。そこでリランキングの箇所で、第1段の協調フィルタリングで入れた学習のノイズを除去する形で、最終候補となる商品だけを用いて、最適化を行っています。またこのリランキングでは機械学習モデルを使っていますので、第1段目で使えなかったユーザーやアイテムの多くのコンテキストを特徴量として利用することができます。その結果、機械学習リランキングに機械学習モデルのリランキングによってパーソナライズも強化することができます。落札したいと思うのまとめです。膨大なユーザーと膨大な商品の供給性から推薦アイテム候補を抽出しています。推薦アイテム候補とトップ N 商品に絞り込むためのリランキングをしています。では落札できそうを生み出す仕組みターンバンディングについてお話します。まず前提として通常の EC と二次流通 EC の違いについてお話します。通常の EC というのは流通商品は主に製造元が販売中のものが多いです。また小売店舗も多くの在庫を保有しています。新品のため商品の状態にも差がありません。というのも、新品というのもあるユーザーがある家電量販店である商品を買ったとしても、別の個人商店で買ったとしても、新品のため商品の状態には差がありません。一方、二次流通 EC というのは、流通商品は製造がもう終了しているものであったり、生産がまあ少ないものというものが多いです。あと、個人や個物商業者、ストアというものも、在庫というのは一点物であることが多いです。加えて商品の状態というのは、もともと使われていたユーザーさんの使い方によって状態は千差万別です。この二次流通 EC の環境で私たちは F オークションはオークションというシステムを採用しています。オークションというのは複数のユーザーにより入札で最も高い価格を提示したユーザーがその商品を
落札する仕組みです。右の図で言うと800円をつけたユーザーがこのカメラを落札しています。一方600円700円をつけたユーザーというのはこのカメラが欲しいと思いながらも購入できないということが起きています。これはユーザーの需要が満たされないということが起きているということです。二次流通 EC とオークションシステムではユーザーが物を購入する落札するというのは非常に難易度が高いです。ここで問題というのは落札できそうかなということが、それが第一の問題になっています。ユーザーは希望の価格状態や品質であることと同時に落札できそうな商品を探しています。右の図のようにそれぞれのユーザーが提示した価格で物を獲得できる世界を私たちは目指しています。そのために商品の価格状態や品質が希望に沿う、かつ入札で勝ち抜いて落札できそうな商品を推薦してあげる必要があります。ただこの推薦というのは通常のレコメンデーションとは別のアイデアが必要だと私たちは考え、ターワンバンデットアルゴリズムを導入しました。ではターワンバンデットアルゴリズムについてお話したいと思います。ターワンバンデット問題というのはこちらになります。ターワンバンデット問題は複数の選択網に対してそのいずれかを選んだときにそれしかその選択網に関する情報を得られない状況で最終的な利得を最大化するという問題設定です。少しこの文章では分かりづらいので実際に例を見ていきたいと思います。こちらはターンバンディング問題でよくあるシナリオです。それぞれのスロットマシンが3台のスロットマシンがあったとして、まずそのスロットマシンの性能が分からないとします。ですので一旦適当に10回プレイしてみたとします。左から順番に 50%、33%、40% という勝率が分かったとします。ではこの10回言ったときに左側が勝率 50% なので左側の A というスロットマシンが最も良いかというと10回しかプレイしていないのでよく分からないですね。続いて適当に3000回プレイしてみます。そうすると勝率が左から 12%、48%、28% が得られたとします。一旦3000回プレイした段階でスロットマシンの性能が分かったとします。そうするとスロットマシン B が最も良いスロットマシンです。もともと B が最も良いというスロットマシンを分かった上でプレイしたとき、この B をずっと選択して3000回プレイしたときに得られる報酬というのは1440円になります。一方適当にランダムに3000回プレイしたときというのを、したときに得られる報酬というのは840円になります。その差額は600円です。この600円と差額をターンバンディット問題では後悔というと呼んでいます。ターンバンディットアルゴリズムはこの後悔を最小化するためにリグレットですね、後悔というリグレットを最小化するためのアルゴリズムです。ターンバンディット問題は2つの行動をとります。1つは活用、1つは短絡です。活用というのはある時点で最良と思われる対象を選択することです。はじめの10回プレイした時のスロットマシンの状態で言いますと、左から 50%、33%、40% という中で、左側の 50% というのが最も良いスロットマシンと分かるので、11回目に A を選択するというのは、今ある時点で分かっている最良の選択をしているので、活用になります。一方、まだどのスロットマシンが分からないということで、ランダムに選択を行う、真の対象を知るための選択を行うのを探索と言います。ターンバンドアルゴリズムの代表的なのはこちらになります。私たちが考案したアルゴリズムの元になっているものは UCB1 というものです。UCB1 というものです。では、私たちが考案したリーキンシキャップ UCB1、リーキンシキャップ UCB についてお話したいと思います。まず課題の整理です。商品の価格、状態や品質が希望に沿う、かつ入札で勝ち抜いて落札できそうな商品をユーザーは知りたい。私たちはそれを推薦したいという問題です。私たちの提案は、ユーザーが未知の商品を探索的に推薦して、落札できそうな商品と引き合わせることをしています。その定式がこちらになります。リーケンシキャップ UCB というものです。では、リーケンシキャップ UCB について詳しく見ていきたいと思います。リーケンシキャップ UCB は UCB1 のアルゴリズムを元になっています。リーケンシキャップ UCB は U と I、ユーザーと商品にごとにスコアを計算します。こちらの定式の右側右辺の第1項はランキングスコアが含まれています。そして右側は推薦回数調整項ということで、
UCB1 でいう UCB ボーナス項になっています。それぞれの値ですが、NTUI というものは、ある時点でユーザーに対してある商品を推薦した回数になっています。大文字 T というのは、あるユーザーに推薦回数を行った回数になっています。推薦回数高調整項というのは、商品のユーザーにとって商品の目新しさを示す値になります。ある商品をユーザーがまだ目にしたことがなくて、推薦されたことがなくて目新しさがある場合は、推薦回数調整項というのは高い値を示します。一方、ユーザーに何度も推薦しているような目新しさがない商品に関しては、推薦回数調整項というのは小さくなります。では、このリテンシャップ UCB の動きをシミュレーションで見ていきたいと思います。想定するユースケースとして、ユーザーがコンテンツを使用するたびに推薦候補20件の中から6商品を推薦するトップ6レコメンデーションを考えます。リランクスコアは便宜的に高順に 1.0 から 0.0 とします。では、はじめの初回の表示です。初回の表示では、リランキングのスコアがそのまま採用されて、トップ6件の商品、1番から6番が推薦されます。では、2回目に行きたいと思います。ユーザーが2回目訪問したときですが、1番から6番の商品は NTUI という訪問、推薦回数がすでにカウントアップされています。そこで UCB、フリケンシーキャップ UCB スコアを計算すると、左側の1、2、3、7、48というレコメンデーションが得られます。ここでオレンジ色の78というのは、もともと1から6番の最も良い商品の推薦ではなくて、探索的に出されている商品になります。これがターンバンディット問題の探索の動きになっています。では次の3回目の表示に行きたいと思います。3回目では、同じく NTUI がカウントアップされて、リーキンシキャップ UCB スコアが計算されて、左側の結果になっています。ここで9番という下位の商品が掲載されるというのが見て取れます。次に4回目です。4回目も同じようにカウントアップして、リーキンシキャップ UCB スコアを計算して、左側のように10番と7番という下位の商品が掲載されています。こちらがターンバンディット問題という探索になります。では、落札できそうのまとめです。二次流通 EC では、売り手と買い手の引き合わせを解決する必要があります。ターンバンディットアルゴリズムは探索的に最良のコードを発見します。リーキンシキャップ UCB は探索的に最良の推薦を行おうとします。では、2段階モデルとリーキンシキャップ UCB の導入事例とまとめに入りたいと思います。Yahoo トップページの右下に、あなたにおすすめの商品というレコメンデーションがあります。こちらに2段階モデルとリーキンシキャップ UCB を私たちは導入しました。ここでは具体的な数値をお話しできませんが、大幅な CTR、CVI の改善をこちらで達成しました。では、このセッションのまとめです。二次流通 EC で買いたいものが見つかり、日本をもっと便利。ということで、私たちは落札したいと思うかつ、落札できそうなオークション商品推薦を提案することで、多くの売り手が多くの買い手に、多くの買い手が多くの売り手にアクセスできる世界を実現しています。このセッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。